はい、エメさん、こんにちは。貨幣研究室ファイナンシャルプランナーの伊藤です。今回ご紹介するのは、既におそらく何回か紹介しているものの一つにはなるんですけども、今回久しぶりにオークションで落札しましてですね、そんな高いものじゃなかったから、まあ買ってもいいかなと思って買ったものになりますけども、明治4年の旧1円金貨になりますね。こちらね、可愛いんですね、この1円がね。あの1円金貨って前期、中期、後期ってあるんですけど、これは後期になりまして、MS62 なので、そんなに高評価というわけでもないです。この前期、後期の見分け方はね、ここにハイドットって書いてある通り、この点ですね、明治4年大日本の間にある点、これが高めに描かれているものが基本的に後期になります。で、この点が低く書いてあるのが前期っていう風に判断ができたりするんですね。あとは1円の1っていう字が円よりも右側に出ているというものが後期の特徴になりまして、後期の方が発行枚数が多いということもあって値段は手頃になっております。そしてこの小さい中にちゃんとね、図柄がしっかり書かれているっていうところもね、これもやっぱり明治のこの技術ってすごいなって感じるところになりますけども、こちら旧1円金貨に関しては龍は描かれておりません。まあこのサイズに描くのが難しかったからだとは思いますけどね。この1円金貨 MS62 ですね、まあ結構いいお手頃価格で買えました。5万円、手数料含めても5万5千円ですか、ぐらいで購入ができておりますので、まあまあ安く買えたんじゃないかなというふうには思います。いかんせんスラブに入って数字の評価がついてるだけでね、当然値段変わってきますので、まあ62っていうのはね、実はありふれた評価なんですよ。だからそんな貴重なものとまでは言えないんですけども、6287枚ですか、 PCGS の方で鑑定出されておりますね。で、6357枚で、64だと242枚で、65だと133枚で、一番高いので66という評価のものが11枚出ておりますので、こう見るとね、まあ62ってのはそんなに高評価じゃないなってのは分かっていただけると思うんですけど、まあでも62ぐらいだとやっぱり値段的にそんな高くないという金額で買えますので、このあたりを持ってまずは収集を始めるのがいいのかなと。で、どんどん63、64というふうに入れ替えていけばいいのかなというふうには思います。はい、今回は旧1円金貨明治4年、後期の発行のもの MS62 についてご紹介してきました。またね、新しく入手しましたら動画にしたいと思っております。ぜひいろんな違い等についても説明していきますので、楽しみにお待ちください。